パブレイでレンダリングされた画像、ラジオシティ、ホトンマッピング、焦点ブラーなどの表現技法を使用している。パブレイは多くのコンピュータプラットフォームで利用できるレートレーシングソフトウェア。プログラムのソースコードが一般に公開されているオープンソースの 3D レンダリングエンジンの一つで、独自の C 言語風の構造化ドキュメントによりデータを入力し、マクロ関数による 半自動配置ができるので、シミュレータとしての利用も可能である。また、数学的モデリングに強い、拡張版を自由に作成、配布できるという性格から、学術的な審議法の試験実装にもよく用いられる。公式版の他に、V3.5 に対応する複数の独自拡張版が公開されている。V3.7 からはライセンスが、アグプルブ3に変更された。 1980年代、デビッド・カークバックは、自身のアミーガにユニックスのレートレーシングソフトのソースコードをダウンロードし、しばらく検証した上で、独自のレートレーシングソフトを作ることを決意した。名前は彼自身のイニシャルを取って、ダクブトレイスと名付け、需要を見込んで掲示板に投稿した。1987年に、アーロン・エー・コリンズがダクブトレイスをダウンロードし、 X86 用の開発を開始、デビットバック本人と協力して他の機能の追加もいった。ソフトウェアが次第に評価を得て需要と期待が増える中、彼らだけでは開発が存続できなくなったため、1991年7月にプログラマを集めてチームが結成された。同時にデビットはソフトウェアに 自身のイニシャルを含めるのは適切でないと感じ、名前を変更することにした。スターという候補もあったが、結局、パーシスタンスオブビジョンレイトレイサーに決定した。メガポーフパブレイ3.6系の非公式拡張であり、多くのパッチはすでにパブレイ3.7に取り込まれている。バーパブパブレイ3.7系の非公式拡張であり、メガポーフの後継。 パブレイでレンダリングされたサイコロの画像を、コンストラクティブソリッドジオメトリ、屈折、焦点ブラーなどの表現技法を使用している。パブレイの機能は開発当初から充実していたが、近年のバージョンでは以下の機能を搭載している。パブレイにはサードパーティーによるサポートが多いのが魅力である。多くのツール、テクスチャ、モデル、背景、チュートリアルがウェブ上から使用可能である。 ありがとうございます。